トヨタのモデリスタ仕様ワイドボディで、ルーフはセミルーフにしている。キャンピングカーとしては最小限の機能にとどめている。撮影が主なので機材やモデルさんも乗るので、キャンピングカーだと使い勝手が悪いからだ。もちろんフルタイムの 4WD 寒冷地仕様の車だ。時が経つのは早いもので、新車購入から2年経つ。登録が貨物車なので次回からは毎年車検となる。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。